ことこそがあなたの使命なので神様、残酷なことをだけど神様、私はあなたの子供。お通しの枝豆みたいにあいつから選ばれないことを受け入れて手遅れなのかな。目を伏せて待ってるラストオーダー、泣くもんか。本当は誰か助けておくれ。居酒屋しか入ってない雑居ビル、その向かいのワンルームに私はいる。なんとなく選んだソファーがくたびれるのと同じペースで覚えてく、くたびれることを惰性で買い続けてる。お香が燃え尽きて隣室のガキが咳止めでトリップして、やりさが女酔いつぶして、その頃あいつがあいつとどこについて、私はあいつに固執して下気になってた恋の藻に服して、ジャンクフードみたいなあの子に飛びついて誰といっても孤立してる。あっちの川からこっちの池、まれ平坦な道を往復する。いやらしいとこに開いた穴なんて忘れてたのに、池の前でまた空っぽだ。3年前なんてことない受験生だったのに、変わったつもりで茹で上がったマカロニ、突き刺さったフォーク、芯を持った気になって、結局遊ばれてるってわかんないでいい気になってる。私のテープを届いた伝票、店員越しにぼんやり見える厨房、山積みのカットされたお通しが私の方を恨めしそうに見てこう言った。穴の開いたバケツを捨てるんじゃないよ、酔いが覚めた枝豆は神様で私だ。そこで飛び起きたあいつに LINE して、あの子に電話した。会おうよ、話あるんだ、時間は昼まで。あたしだって